はい、こんにちは、です。ということで、今回は赤鼻のトナカイやっていこうかなと思います。トナカイの役職ですね、皆さんなんか結構どうしたらいいのかなっていうのがあるかもしれないですけど、トナカイの仕事は、こういう村においてはですね、市民3人の二占い師人の1、罠師1、逃亡1、堅牢1、サンタ1、病人1、佐々木教授1、赤鼻のトナカイ1で、サンタが人狼に存在を築いてもらうために、とりあえず村目を取り続ける。で、噛まれに行くっていうのが一番の仕事ですね。サンタに付き従うことのできる真っ赤なお花のトナカイで、誰がサンタが知ってるか、サンタはトナカイが誰かはわからない。まあ代わりに噛まれれるんですよね。なので、まあ、人狼にサンタの存在を教える存在だね。だからどんどん村目を取ってサンタを村置きし続ける。サンタがトロールやったらマジでだるいって感じの、トロールで釣られるサンタとかがいたらかなりめんどくさいけど、まあ、そこはサンタを信じようって感じでいきます。最悪サンタが釣られるってなったら、出て、おい、ふざけんなサンタっていうのがトナカイの役目だね。は？トナカイ目線でもそうだね。プレゼントが渡った場所がわかるというところですな。はい、行きましょう。さて、話し合い。どんどん村目取るで。340コッコポン、フレディ白、ショーン白。あー、オッケーオッケーオッケー。どこがどこだ。ソフィアはショーン白で、リリアンはフレディ白。ここまでログ稼ぎ。ソフィア結果焦って書いた感じせるね。4白、サンドラ雑殴り起点把握。うん、サンドラ4って焦った感じはかわいそうじゃね。どっちかっつうとフレディ、どっちかというとフレディが、フレディの乗っかりが臭いよな。臭かったかな。5時は黒いですね。すげえな、マリアンヌさんやるね君。マリアンヌ、マリアンヌさん、私5時してないんだが。5時脱字大事だからな。俺入れんの？5時下のチャンスさんですよ。エリック、別にエリックを指定してはいけないようなログではないんですが、あなたのログ。じゃあ、あなたはどこに黒見てるんです？雑じゃないです、根拠あります。もうイカれてるこいつ。おい、イカれポンチだな。は、私誤字してないんだが。誤字は黒いですね。サンドラ、そこは分かるくね。エリックの私に借りしてすんのかよってのを生存欲と読んだんでしょう。で、まあ普通にマリアでは経費釣りしてる余裕はないっちゃ余裕はないんだけど、マリアのは黒釣りもできそうですね。エリックのゲイル狼だと思います。経費ならエリック狼、釣るならマリアとか都合のいい考察すぎて発言稼ぎのために言ってるように見える。マリアは、マリアは
正直、マリアは、多分村でも黒でもこういうログっぽい気がするから何も読めません。ちゃんとの LINE がないとも言い切れませんし、マリアについては不明です。仮指定相手とのことなので自分が釣られないために殴ります。発言稼ぎが多いですが、チャンクロテイストの視点に違和感はありません。単にチャンは癖一だと俺も釣り飲めない視点も一致。え？エリック本気で言ってんの？チャンの語字が臭いってことに同意とは。そして今日のせいゲール・オア・ちゃん、この部屋で雑であっても書店、チャンをくっせえって言ってたマリアにどう言って意味。占い原始に思考回数必要ある、そこ触れるの少し臭い。ん？どういうことって、そのままの意味だけど。エリックマリアはチャン黒置き、理由は誤字脱字。エリックはその考えに同調してたけど本気ですか、それとも記入漏れかなんか。はい、対抗出ませんね。いらない。いや、霊能に逃げてたらいい。エマし、さあ次霊能はよして入れろ。エマ、はい、何で見るこれ。ショーン、なんだこれ。ショーン下がっていいぞ。ゲイル草だろ。チャンがここから出てくる理由ない。ゲイル釣ろ。そう、最初からトナカイで出ればよかったんだよ。意味不明すぎる。ゲイルはショーン、トナカイ、シン、ショーン、佐々木で、ソフィア人狼じゃね？もしくはソフィア白人街。黒がここで出てこない。で、ゲイルの色次第なんだよな。ゲイル黒か。人狼くせえよな。12か明日。
明日12だな。これまずい。ちゃん大丈夫なのそれ。サンタ仕様なぜした、マジで。本当に意味のないことやってるな。お前サンタ陣営なんだろ。やばくないか。サンタ陣営でサンタ飛び出してくるか。どうするかな。まあ、ここで病人使用しとけばとりあえず今日は噛まれないから、神市になりかねんからな。ただ普通にあんな噛まれたらマジでしょうもないし。ムナシは占い即抜きの可能性あるため初日だけは占い声。霊能はマリアが進行できるから別に噛まれてもいいし、そもそもかビビって霊能を噛めない。すり揺る潜伏してたら占いの力は必要だ。まあ、ゲイル黒だろうな。ショーン佐々木で、ソフィア黒。いやー、ちゃんもバカだな、これ。ショーン佐々木で見て、でフレディが死んだっしょ。あ、フレディ死んでないか。誰か見よ。ササンドラか。でサンドラ罠ではなかろう。わーい、ゲイル黒だった。ゲイル黒ならショーントナカイか。佐々木は絶対ない。え、ソフィア私占い。ミカはなし。あー、太鼓出すの。出ないとやばくないかこれ。どうするかな。確かに賢い狼あるからな。賢いあるから正直わからない。貫通希望。遅いね。ミカ釣りでいいんじゃない。縄余裕あるっしょ。護衛ログも遅いし残す必要なさそう。市民3だよな今。全露出なんだろ役。うん、で CO4 なしが4イコール市民4。市民3でしょ。それは全員市民って言うんじゃね。市民にまず人外一流だな。それで俺釣りの時トナカイ死ぬんだっけ。ゲールが黒じゃん。イエス。病人に黒出てる。病人に黒出るって相当やばくね。病人に、黒出てるイコールリリアン、シン、決め打ちだから、ミカ釣ったら良いのでは。そもそも、ソフィアは、なぜか、病人二人を白してる。
ミカ釣りたいです。ミカ釣りでいいで、良いで。ちゃんトナカイ説全然ある。というかちゃんトナカイだから、ショーンがそういう提案してるんでしょう。サンタ、うん、ミカ釣り。遅すぎる。もうちゃん、アホだな、マジで。出てきてどうすんだよ、そこで。もう出てこなくていいんだよ。トナカイ、噛ませた方がよくね。トナカイ、ほぼほぼ、ショーンで確定だけど、まさかの、連携取れてない、ショーン佐々木路線もないわけじゃないので、このままで良い。ショーン佐々木か。ここでちゃん釣りするメリットって村にもサンタ陣営にもないぞ。あー、それかあれか、ショーンサンタでちゃんのトナカイ見えてないからギで追ってるのか。あー、それっぽいな。ショーンサンタだわこれ。いや、エリック、ショーンサンタじゃね。さすがに出てこないっしょ。ショーンサンタでちゃんのトナカイ見えてなくて釣りたがってる。サンタで自ら病人しようってなかなか、まあかませないためじゃね。佐々木にしても、ゲイルの黒と同時に出てくるあたり意味わからん。佐々木ありえるけどゲイルに対抗するか。エリックはゲイルへのショーン対抗どう見てる。それそれ、ゲイル黒なんだよ。だからあるとしたら打ち合わせ漏れで佐々木でショーンが登場した説。ただそんなことほぼありえないし、追わなくてよくねって言ってる。ショーン逃げ？ショーンに逃げてどうすんだ？これショーン噛まれるぞ。ショーン噛んだら3人噛んでこれピーピーできるんじゃん。いやーでも人狼わかるかな、これショーン噛みした方がいいっていうところ。ちょっと人狼だと伝わんねえかな。2解ければ9だから勝てんだよねこれ。ショーン噛め、ショーン噛め。人狼はいいね、いいね。あんなにプレゼントあげないって判断はいい判断だ。いや、ちゃんやべえな、マジ。サンタマジでほんと。目立つな、サンタがまず。目立ちすぎる。なんでゲイルに対抗したの、まず、サンタで。ほんとに分かってねえな、こいつ。だから、狼守んなきゃいけねえんだよね、サンタって。逃亡対抗とか出た方がよかったな、マリアンナ潰して。それだったらありだったな。ショーンを噛む勘のいい狼いねえかな。ショーン噛んでくれて、PP で壊してもいいんだけど。あ、でもショーン噛んでもどうせ病人で、また次の日 RPP になるのか。あ、俺にプレゼントくれんの？いらなー、俺のことヒートラカイで呼んだのか。あー、ジジしか噛まれたね。ミカ黒だった、ミカ黒把握。ショーンに逃げた。
エリックしろ、ジェシカしろ、なんであんな釣りになるの。リリアンが身内切りするとは思えないし、ソフィア釣りでよくね。リリアン新沖でジェシカ白、ミカ黒、フレディ白、てかエリックかジェイラストウルフ、オアソフィアラストウルフでしょ。ゲイル黒だからアンナショーンにもう赤じゃないと思うよ。は？もう脳死でソフィア釣りでよくね、とりあえず。でリリアン逃亡で、Jがリリアン守りにすれば、ここ逃亡潰されるとめんどくさいっしょ。ゲールにチュール連れてるから身内切りないと思う。どうするんだ。ショーン逃げでも良いけど、いや普通にジェイに守らせた方が良くね。ジェイがリリアン守り、マリアがリリアン逃げで良くない？ジェイ、リリアン固定ね。いやーサンタが狼潰しちゃったな。サンタが狼潰し辛すぎるな。もうサンタ使用させときゃよかったのにな。これはジェイかエリックか、エリックかな。勝てないぞこれ。なんとか釣り逃れさせるかしないと勝てないね。これ勝てないっす、これ多分。あと1日しのがないと。え、いやこれ負けかな、これエリック黒で負けだな多分。どうしたらいいこれ。今更だもんな、いろいろと今更だからな。これエマ噛まれたら俺罠 CO とかしないと無理だな。エマ噛まれたら罠 CO しないと無理で、罠 CO で J 殺さなきゃ無理だな。サンタものんきなもんだな。負けるぞマジで。え、ああ逃亡した。そっちかむ？どう追うつもりなの？リリアン黒追うのか、この場面で。は？私とショーンに黒見るとかありえないでしょ。しかもなんでジェイカミだ。エリック黒軸でジェイカミとかねえよ。まあ、釣られてもいいんだけどね。いや私が黒だったら
ゲールの対抗でなくね。さすがにアホやろ。それカオス、それでカオスになる盤面見たことある。レディ謎の推理やで。ショーンと長いやろ。リリアン、ギルート、オウカ、エリック、クロ、オツパターン。いや、私釣りすると、リリアン、ギルータないわよ、アンナ。だから、エリック、ラストウルフと言ってる。ま、ちゃん、ちゃんもやべえな、マジで。つかさ、これ、エリック釣りで終わらなかったら、いいよマリア。エリック釣りで終わらなかったら私、それでも終わらないならリリアンでよくね。だからねって、エリック。うん、エリック釣りでいいっすか、全員目線。フレディクロジェクトはなくねっしょ。フレディクロジェクト存在しなそう。リリアン、シンジク、エリック、クロやろ。いや、リリアン釣りはここでなくね。エリック釣りで終わらなければリリアンでしょう。じゃあマヌケサンタだな、マジで。なんでエリック釣りしないんだ。エリック釣りで、いや、あんな黒とかないから。エリック釣って終わらなかったら私釣り。打ち上げどっちがどっちだか分からんけど。いや、あー、待って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 、ストップストップ。エリック釣りへ。ここで釣るのバカだろ。ショーン、ショーン死んに決まってんじゃん。ショーン入れるのアホやろ。もうリリアン新ルート見せるぞ。うん、エリック釣りでいいって。人狼だったら終わり。まあ、エリック釣りでいけるか。よし、オッケー。終わらない、これ。リリア身内切りか。よーし、あっぶねー。もうサンタのマヌケが、マヌケサンタがよ、マジで。
ざけんなよ。これちゃんはさ、リリアンとかにちゃんと渡せるかな、プレゼント。大丈夫か？エマとかに渡したりしねえだろうな。あー、バカだこいつ、マジで。マジでバカだな、ちゃんお前。マジでバカだな。やべえぞ、マジで。アホじゃん。マジでアホだな。ちゃん、マジサンタの才能ねえぞ、お前。俺が運転してやってよ。どんなにいい車でもな。ちゃん、アホやろ。リリアン。黒ね。リリ。PP しよう。フレ黒。フレ黒か。今日のプレゼント状況だけど、あんなフレにマリアにプレゼント。だから、ショーン釣りして、リリアンにプレゼントあげたら終わり。おい、じゃあショーン釣りね。チャンさん、出ないでいいよ。サンタは初日に。はい、ショーン釣り。はい、マリアフレからでいいのね。リリアナイスだった。ショーンね。で、人狼さ、人狼はちゃん噛まないでね。マリア噛んで、それでも私たち、村を去って勝てるから。マリア噛んでも残り3人、フレディ、リリアン、マリアで PP して。 OK、 リリアン。じゃあマリアぬかみよろしくね。チャンは今夜リリアンにプレゼント。あぶねえ、マジで。なんとか勝ったな。もうサンタ完全介護じゃん、もう。あぶねえ、あぶねえ。エリック釣り来てよかったな。エリックシロだと思ったけど。危ない。めっちゃ危ねえ。まあでもいい試合だったんじゃないですか。今回はトナカイで。トナカイでサンタギャリーだな。まあ大丈夫、大丈夫、大丈夫なはず。まあここで、ちょっと怖かったのは、ここでリリアンが、まあでもまあ俺をかむ、仮にチャンかむ、トロールかましても大丈夫だから。で、マリアがリリアに突っ込んできたところで、まあまあまあ大丈夫よ。3人になるし、その時点で村去って終わりだ。よし、あっぶねー。サンタ CO をされたのがちょっと怖かったけど、サンタ釣りの流れに なる可能性かなりでかかったからね。この村とかさ、サンタ人狼も同じだから、人狼 CO と変わんないんだよね、この村のサンタ CO って。なんかみんながなんかこう、黒は連続して出続けたから、だからリリアンのサポートのおかげで、トナカイと人狼はなんか狼とトナカイが一緒に頑張ったみたいな感じだね。よし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 。退去。退去って面白いな。退去。退去ってのはちょっと好きだわ。ということで、村を去りました。おつ、サンタ釣られなくて本当に良かったわ。サンタ CO しちゃダメな仕事だよ。マジでよかった。村のトロール、リリアンがエリック占わない時点で、確かにリリアンがね、エリック占わない時点で何かおかしいんだよ。はい、ということで、内訳は、つか、ミカすごいな。ミカつか、ジェイもすごい頑張ったね。
フレディ・ケンロウ、リリアン教授、マリア逃亡者、サンドラ市民、ゲイル人狼、ジェシカ市民、ミカ人狼、ジェイマナシ、ソフィア占いエリック市民、エマ霊能者、ショーン病人、チャンサントでした。おつ。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.